Hey, Klaus. じゃあ引かないね。こっちから。こっちから。こっちから。腰で。中段です。中段ね。はい、最後まで。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我々の流派の受けというのは体だけ受けるんですよ。この形の部分だけ。流派によってはあっち受けたり遠回り受けたり、こっち遠回り受けたり、自分の体の範囲の部分は、だから動作が非常に小さい。動作小さいですね。大きいのないです。小さい。それだけでも腰で、はい、上段上げからね。一応、形を全部やってから説明しましょうね。はい、脇締めでいきます。左手、今、ひねって、上に向けていきますね。こっちからですね、同じ角度で、こう、回転していきます。フィニッシュはこれと、ここで一緒ですね。こっちから。こうならないようですね。こうやります。こっちは、はい、次はこう起きてこうですね。はい、その顔をカバーします。顔をカバーして、はい、起きしめて行くならないようですね。蹴っていきますか。はい、起きしめて、はい、起きしめて、はい、起きしめて、これ3面やります。はい、はい、行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これが肩の高さですね。自分と同じ身長の人が中段突きついてくるのを受ける角度が違うんですね。あの大きい人の中段突きはこうなんですかね。同じ身長の人の中段突きを受ける角度がちょうど基本ですね。はい、左前で、はい、右はこうしょしょって止まらないですね。そのまま回っていきましょう。そう、はい、左入ってバックして、そういうところ、そう、上手。はい、起きしめて、はい、はい、起きしめて、はい、はい、以上です。はい、3面、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 
よ。これでこう受けていきますね。はい、この右を上げて相手がついてきて、もうこれを受けます。はい、左がついてくるの。はい、いいですね。OK、3目、はい。注意をしてもらい、これついてきますね。はい、この右手で脇締めて、はい、左手脇締めて、はい、右手脇締めて、はい、左脇締めて、お客さん目、はい、表面的な受けですね。どういうふうに使うかというと、例えば上段受け、上段受けというのはついてきたらいろいろ受けられますね。我々の弓道館の受けはですね、こう受けです。こう受けということは普通で、例えばこう受けたりしたらすぐこれが入ってきます。こう受けすぐ入ります。こっちも関節から関節使わさないように、これで動かす。そして、くさっと鉛筆入れる時は、これを押さえて、いきます。こっちをこれで行きます。いつもこれですぐくるっていく。すぐきますよね。これないように。だから、こういうふうに桁を押し、こういうふうにして、ゴムゴムですからね。生きて生きてから、どうしても、だから中に見るときないんですよ。だから、でもう、はい、こうしたら、もうすぐさまに。ここだったら少しの余裕があるね。これ、僕、制してますからね、こっち。制して。あと、中断しておけ、ね。中断しておけば、はい。受けたら、バリエーションとしては、こう。こう受けたら、そうだ。こう受けたら、そうだ。こっちです。こっちは、胸打ちです。スルスルスル。あと、打ち受け。打ち受けも、こう入って。こう入ってから、そのまま。そのまま。それも、すぐ、すぐ。あと、これしたり、中段装備でこれしたり、やります。あと、基本的に中に入ったら、その裏剣で、こっち、裏剣。中に入ったら、中に入ったら、裏剣。いつ、あとは中段装備で、中段装備の基本は、横に逃げて、ね、これがこうなったら、あれが来ますね。こうなったら
こう来たら、中に入ったらスーツがある。スーツがある。中に入ったら、1、2でやったんだよ。もう1セイコールが同じ。だから、ついてくるのは、すぐ。次の光景ね、こうしたら、お、遅い、こうしたら、こっち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 基本外せない、外せない。基本外せない、基本外せない。受けだけど、こう。OK。はい、以上です。はい、OK、終わります。ありがとうございます。